が歩いている。仕事帰り、川沿いの国道をゆるい渋滞に合わせながらゆっくりと運転しているとき、川の向こうの山の稜線に夕日が落ちる。そこに黒いシルエットとなって何か巨大なものが動いているのが見えた。毎日会社の車で職場に帰る道である。遠くに見える美しい山々と空と夕焼けのコントラストに、ふっと運転への注意がそれて見入ってしまった。その時、私はそれに気づいたのだった。それが鬼であると決めつけるには何の根拠も証拠もないのだが、別に誰に話すわけでもない。あの山をのしのしと歩く黒い巨大な生き物は鬼であると私は感じ取っていた。毎日同じように同じ時間仕事をこなして、夕方になるとその遠くに見える鬼に気づきながら、いつも車を運転していた。職場でも家族や友人たちとの間でも、ニュースにもこのことは全く話題に上らない。そもそも私の方から誰かにこのことについて話すということもなかった。一週間ほど経ったある日、鬼が随分と近くまで来ているということに気がついた。もう山の稜線のシルエットではなく、はっきりと見える大きさで、といっても巨大な生き物なのでまだ遠くではあるのだが、山を降りて対岸の山の手の家々を壊し暴れ、鬼の赤い肌のように真っ赤な炎を上げて集落が燃えているのがわかる。そういえばここ数日、職場に来る人の顔ぶれが変わってきているような気がする。いつも昼ご飯を食べている定食屋がここしばらく休みなのも、あの集落から働きに来ている人のお店だったのかもしれない。それでもテレビでも職場でも家族や友人たちとの間でも、このことは全く話題に上らない。不思議な毎日だった。数日経ったある日、川の向こう岸で鬼がこっちを見て立っていた。夕日からの逆光のせいでその表情はわからない。怒りを経た後の悲しみのようなものを私は感じ取っていた。鬼が私を見ているのは、私が鬼に気づいたので鬼が私に気づいたのだろうか。私はどうしようもない胸の苦しみに襲われた。翌日、いつもの国道
川沿いの国道をいつもと同じように運転していた。いつもより道が空いている。スピードを上げてカーブを曲がり、トンネルに差し掛かる手前、いつもの巨大な鬼が道を塞いで立っていた。慌てて急ブレーキを踏んで止まると、鬼はゆっくりとかがんで手を差し伸べてきた。殺されるとも思ったが、迎えてくれているようにも思えた。怖いような、憎いような、悔しいような、仕方がないような、分かったような、分からないような、最初から全部知っていたような、一通りの感情を味わった後、私は鬼の手のひらに乗っていた。もう帰ることはないのだろう。本当はただそれが寂しかっただけだ。そしてこの誰も乗らなくなった車は、次は一体誰が運転するのだろう。誰かが乗らなければ道が塞がって誰も先に進めなくなってしまう。そんな余計な心配をわずかな未練に